こんばんは、俺の吉野家。ああ僕は、チンゴンゴンドもします、えー。韓国人です。吉野家、本当に大好きです。4月1日、日本で新宿着いた。今、四時間、40日ぐらいで今かかったよ。うん、毎日吉野家だよ。朝。 9時ぐらい、吉野家,吉野家西新宿店で行って、納豆小鉢食べるよ。納豆小鉢、本当においしい。納豆いいよいい。あと午後5時ぐらいで行って、吉野家、並盛り、中毒並盛り食べるよ。お茶2倍、お茶2倍ぐらい飲むよ。だけあまり OK よ。僕は、 貧乏よ、金持ちじゃない、日本で言って、今日本語を勉強中です。あといろいろなマーケット、不動産関係のマーケットを調べて中です。ええー、ああ。日本語本当に、お、面白いの国同様とビッグマーケットですが、もち勉強のために来たよ。いろいろなマーケットリストのためにああ。僕ぐらいの貧乏が、日本で生活ができる権限が納豆小鉢ために。 9ドダメニア。よ日僕は多分6000円から8000円で食べるものオッケーよ。うん、だ時々、うん、吉野家の割引もありますから、あ韓国は無理だよ。8000円で一日無理だよ。吉野家は8000円で本当にオッケーよ。十分です、えー。本当に幸せです。うん、羨ましいです、日本人。なんで それくらいの素晴らしい食堂が、チェーン食堂があ,るだありますから、日本人が食べるものは日本人と喧嘩どとかは全然問題ないだと思います。吉野家は本当に素晴らしい会社です。えー、お本当にありがとうございました、吉野家。あなたのために僕はいいここで生活できるよ。吉野家 あ本当にワンサイワンサイありがとうございましたよ、あ僕の希望は、吉野家は、えー、あと100年、200年、吉野家、ずっと、ずっと、ここで会ってください。僕は食べますから。